再生ありがとうございます。おめペンでございます。ありがとうございます。はい、というわけで今回はね、モンハンワールド実況ディアブロスやっていきたいと思います。回でございますね。さっきね、さっき盛大にハットトリックかましましてそれ悲しかったよね。防御力が足りなくてね、即死するっていうのをねしてね、もうね、きついね。もうこのディアブロをね、もう仕方ないっちゃ仕方ないけど、でも上げなかった自分が悪いから、やっぱりそれはそれがでけえからさ、やっぱだからね、頭防具ね作ってきました。まあ表示しないんですけど入れるはず。うん、一回ムービー見てるのでね、やっぱムービーなしで防御力113あります今ね。おー、イエイ、めっちゃ良かったね。入れそう？うまい。ちなみに装備を見せましょうかね。こんな感じ。頭ガロンつけましたね。スキルはもういいです。列車耐性とかね、ちょっとあれですけど。しばらく見てね、列車モンスター。列車モンスター、ね。これで君は黄色になったんだよね。黄色じゃなくて緑かな。準備中、待機中になるかもしれない、うん、長押し捨てちょっと、よし、これでいい、オッケー、行くぜ。いざ行かん、いざ行かん、絶対絶対許さない、ディアブロスこんな早々に俺の心へし折りやがって絶対許さねえもう本気なんだから俺でもまた鍛え直せばいいさ。モンハンでさ、こんな序盤で防具作るなんかほんと久しぶりだよ。そうなんだ、大体上位上がってからなもんね。そう、上位上がってからか、回の最後で作るとか、大体看板モンスターとかで作ってたんだよね、セカンドとかさ、ね、さあ飯を食おう。おすすめなんだい？うん、おお、きっと魚料理何を食っても、何を食っても魚料理。もう錬金術の領域だよね何が起きたんだろうってあるよね、本当ね。どこかな、ムービーがないってことはもう言うんじゃないですか。いたね。あ、よくれた、よくれた。はい、範囲が狭いすごく。ちょっと怖い、まあ、地球しかないっぽいな、本当の方向は全部。うわっ、うぅディアブロスさんただ出てきただけで痛い。いった、うん、ありがとう、ありがとう。あべ、ピヨった、これ絶対ピヨった、あ、ピヨった、センキュー。うん、今回はちゃんとちゃんとやるからマジマジ、え、遊んでる場合じゃねえから。遊んでない、遊んでない今回ちゃんとやるから、ほんとやめろうわぁうふぅ、ピヨってるありがとう、パドンね、アリーガーってまずくね、それアドメは生きている。アドメ、ありがとう。あ、え、引っ掛けられるか。あ、やっぱ引っ掛けられた。よし、回復したぜ。力がみなぎる。あふれ、待って、これグレートだ。もったいないですか。生きてしない。ふう。頭硬すぎない？もうもう角がでかいんだよ、前よりな。おーい、うわ、止まった目の前で、怖っ。狙いが違ったな。足引っ掛けられる、アップねー。オッケー、いいよ、うん、いい尻尾。じゃあ、あの邪魔な尻尾をまず切りたいね。あ、足場、あっマジで、ダイブすらさせてくれないのと、いや、マジでいや、バカほんとバカ。いや、耳が、 ありがとう、パドメ、ありがとう
ほんと神パドメ、神だら神だらマジパドメ、神だらやばいガードパドメパドメパドメはやばいトウジャスガワ、ジャスガワまだですか。やべ、いいって、あらちょっとパクろうな。まあそうだよね、さすがに。あ、突っ込む、いやーもう撃ってえら、怖い。あ、なんだ、あ、水虫。こいつどこのダメージ8やんだ、毎秒。ん、どこのダメージが毎秒8、10じゃないんだ。あ、どこ入ってんのか、強い、これ強いと思う。あの攻撃できない時に削れてると思うよ、かなり強いと思う。まあね、それはでかいかもな、やっぱ。サリマ上官まずいか。うん、今怖かった。全力で左側走ってた。あ、キラー落ちた、マジか、弾かれてるもんな。あ、移動か。ういい感じ、ね、耐えたね。耐えたわ。それがでかい。あれ、外行った、外か、あ、上行ったってこと多分。いや、なんかさ、ほん手に汗超握ってんだけど。さっき死んだと思ってたんじゃない。もうあれダメかと思った。いや、俺もどうなるかなって思ってたけど、耐えたね、全然耐えたね、よかったよ、よかったよかった。あいつサボテン食ってんじゃん、ね、完全にね、あの絶対許さないとか言ったそばから、実は許さないと思ってたのがディアブロスの方だったのかなってちょっと思った。防具ごときで勝てると思うねみたいな。ディアブロスはまあ動画撮んなくて一生とかを言ったから聞いてたのかな。いよい、マジですか、なんだ早っ、元気出てきた、硬い、握ってるね。お、今なんか腰もしてたな、マジ、あ、うん、そんな余裕はない、待って動けない、ちょっと待って、だから落とし物じゃねえ、食った証、あれだ、痕跡だ、なるほど、危ねえ、待って、やばい、立て、俺を越えていった、いや、それはまずい、恐怖、うん、水虫くれ、水虫、いやっもうやめて、おー、今のいいダメです、トウ、ナイスダイブ、命を大事に、命大事に、動けない動けない、ちょっと待って、動けない動けない、乗れない、任せた、乗れない、おー、引っかかる乗れるか、任せた、この位置はダメで、行って、ダメ、下がんねえのかよ、全然乗れん、ナイス乗り、しっぽりしろ、危ない、え、三菱カモン、パドメさん、パドメはどこです、でも全然細いとこ全力しそう、え、パドメマジどこ、あ、いた、パドメさん、あのパドメさん、早く、パドメさん回復してくれない、パドメさんどういうことですか、わかんない、条件がわかんないから、わからない、どこ行くの？小旅行に。帰ってきちゃったよ。あ、終わった？やま、今終わるところか。ナイス。俺参上。出せっかな。いやー、エクスペリアムス。は。うしゃー。命燃やすぜ。見えね、見えね。まずいまずいまずい、この距離感はまずい、私の盾がある、うん、めくられる、どこ行くね、あ、すぐ帰ってた、
すげえ迂回して焦った今。もうすげえ蛇行してきたって今めっちゃめくろうとしてきたなって今めっちゃ頭いいじゃん。いやーキチキーキチキチだわ。我々に敗北はないよ。あ待てよ、ショートカットあんだよね。あるね。応急薬ないのか。まあいいや、あ、ちょっと待って、迷ってる、ちょっと待って、壁にずっと向かってた、今、うん、待ってる、今行くぞ。さっそう登場、銀河美少年。やばくない、いえ、ちぇ、一応耐えるは耐えるけどね、その後で死ぬからね。よかったね、そこに置いてあるぜ、うん、助かったわ。もうあれは狭いとこ食って決めたから。本作さ、なんか後ろに前転できるよね。後ろに前転？後ろに前転？後ろに前転じゃなくて後転できるよね、後転。そうだね、あ、できなかったっけ。すごいね、便利。かてぇな。ん？あ、ごめん。これさ、また角にゴツンコしないの、この子。すると思う。やってみた、あ、できた。あら、お茶目。はいだ。やべ、よくやれた。ナイス。その方は言った。もう片方なんて答え言わないから、早くお亡くなりになってほしい。お、今当てた。当てたけど俺も当てられた。ゲージが赤になった。おお。トラブル。バドメー。アラブル鹿のポーズ。バドメは生きていた。痛い。まずい。うわ。それはまずい。あ、早くしよう、早くしよう。待って待って待って。あれが来たら死ぬ。よし。どう？ごくごく。あ、寄ったけどね。やばいな。あ？あれ、パドメやれた？パドメだし、パドメパドメごめんよ、俺がな、不甲斐ないばっかりに。ナイス、絶対許さねえ、嘘。パドメを返せ。パドメはどこです。パドメは、パドメは生きていた。マジか、スター・ウォーズか。いてパドメ、パドメ早くに生き返るんだ。パドメ早い、本当に生きてた。どっせい、たい、ひ、早すぎた。ふん、取りましたよ。これはあんまり動かない、当たるやつ。いや、まずくね。いっ、カウンター。ゆっくりやられた、危なっ。瓶であるから頭頑張れば。いやー、欲張んない方がいい。でも降りたいよね、せっかくなら。乗れないんだけどな、ここ乗れねえからな。あと乗ればね、頭はポンポンできるか。今それ移動かな、立て、やっぱ移動か。なんでなんでさっきからさ、そろそろ時間かな、ディアボルスの時間かな。なんか俺がさ、意気込んでるとさ立てからすげえお茶食ってくるんだな。小旅行。落とし物だ。落とし物は何ですか。砥石。砥石落としてんの。回復して。
しゃあ行くぜ。よし。山田さん壁の中行った。ちょっと山田さん、山田さんそこやばくね。知ってる。うーわー。いや、出るなあ。頭がクラクラする。危ない。回復はすでに置いてある。確かに。俺もそのそれ使えるにしとこなるべく合わせておこうちゃんと。まあ、うちうちクールダウンの関係で。うわっ。もうちょっと端に置いてけばよかったな、そっち側に。失敗した。うん。そうそう切るか。まずね。おお。パドメー、イケメン、イケパドのイケパド。戻ってくる。怖い怖い怖い。ああ。やばいやばいやばい、中入った。掘ってるあいつ余裕だな。あいつ。余裕だな。ちょっと限界に怖い。当たれ。当たったけど勝て。あったやばい、武士道遅れ。おら。あんまりやっぱ疲れてるか。どうしたサボテンが食いたいか。痛い。おっ、ねえな。いやー骨折り、骨じゃないわ、角折りてえな。ここであればこいつが振り向いたところに、えい、折れねえか、折れてねえか、折れてる、折れてるよ、ナイス、やった、もうあとは狩るだけ。はっ、もう盾だわこれ、もうもう片手、重い片手。もういいわ、もう避けないわ。やばけなんで避けるの。ガード戦法。ガセガセガキ積む？いや、ディアブロだからね。ってまあね、グラビームとかじゃないからね、あれだけど確かに。避けれたらやっぱ避けたいけどね、やっぱ切れ味に。え、中入った？お、怖い怖い。おう。どい。うん。なん。ふぅ、おう、発見したな、これ。あ、死に、死に、立て、よし、うっ。やっぱ立てなんだって。昔はガードできたんだけどな、こんな形でも。なんで買おうか、買おうか。移動か。俺回復置くと移動だな、タイミング的になんか。そうだね、だいたいちょうど移動のタイミングがなんか。俺も研ぎたいよ。あ、潜り、潜りやがった。潜った？え、嘘！びっくりした。あれ、もう行った？戻った。そっち行った。あ、エリュードしやがった。びっくりした今。あ、いた。弱点尻尾だっけ。おおかな、角折れてるしね。そうだね。エクスペリアームス。あ、あ、え、起きた。エクスペリアームス。どうや。なんか素振りした。俺のハンター素振りした。これマジか。当たり判定が、よいしょー。頭ポークはでかかった。あれ、リオレス倒したの？ん？倒してないよまだ。あ、そういうことか。ディアブロとリオレウス倒そうって、まあ、別のミッションだよね。あ、で今度リオレス倒そうって言われたの。そう、次はリオレウス倒す。空の王と角の王を倒せって言われた。
俺のなんかパートナーが相棒と話しに行こうぜって言って、え？あ、これやっぱあれか、情は別人扱いなんだよ、パラレルワールド。ああ、おろ同じいいけど、いけるでしょ。いやー、厳しい戦いだった。アクスペラムス、いやー、かっこよ、立ちめっちゃ後ろに下がれる、切り下がりしてから後ろ後転できる。この角度すごいわ、俺とエルド映ってる後ろに。エコがウィンナーかじって言ってる。うわって グロいんだけど、最後のカメラちょっと、マジ尻尾の切断面がデカデカと映ってるんだけど、あ、なんか今回尻尾の切断面気持ち悪いんですよ、すげえ気持ち悪い、何これ。ちょっとお見苦しいところをお見せしております。いや死ななかった、マジ頭も一個の大違いだな。ねえ全然違ったね。仲間への強化は近い。ん？ばっかりまで刺したの、くすぐくすぐ。なんかした俺。わかんない。仲間への強化って何？薬の筒？あれは1回にカウントされてるはずなんだけど。ばっかりも刺せたのだっけ？その話だっけ？別に広域じゃないしな。なんだろう。謎。粉塵飲んだわけじゃないし。不思議ね。いや勝てた、よかった、よかった、マジ手に汗握ったし、なんか体が震えてる感じが。負けてなるものかと、ね、はい、次は日の竜ですね。だって軽そうに言うよな。とりあえずご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。おめペンでした。お疲れ様です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をして他の動画も見てみてくださいね。高評価、コメント等お待ちしております。